Hi everyone, it's Taka. Welcome to Tokutoi Store Kotetsu Japan Secret Base. 前回動画リアルタイムについて話した動画を出した時にコメントの中でこんなのがありまして、小田切丈さん、仮面ライダークーガを演じられた俳優さんで皆さんご存知だと思いますが、彼は仮面ライダークーガを嫌いだという感じのコメントがありまして、正直これに関してそういう風に誤解されてる方ってまだいるんだなと思ったので、改めて仮面ライダークーガと小田切丈さんに関して僕の知ってる限りの知識を今回動画としてまとめようかなと思います。 So today's video topic is Does Joe 小田切 hate 仮面ライダークーガOr not? I'll talk about this topic today. 今回話す内容、正確に情報の出どころが分かってるものと分かってないものが含まれてますので、確実ではないかもしれませんが、ほぼ合ってる情報だと思います。知ってる方も多いと思うんですけど、僕が仮面ライダーで一番どれが好きって言われたら、僕が一番好きなのは仮面ライダークーガだと答えるんですね。で、一番好きなので、大体今まで出てきたものに関しては読んだり見たりしてるので、知識量は結構ある方だと思います。で、本題に入りましょう。小田切丈さんは仮面ライダークーガを嫌いなのか、これに関しては間違いです。確実にこれは言います。間違いです。これは2015年に仮面ライダークーガの当時のプロデューサーだった高寺さんのラジオ番組の中で、小田切丈さん自身が否定をしてます。仮面ライダークーガを嫌いでもないし、黒歴史にもしていませんという旨の発言があります。なので、これは完全に間違いです。では、なぜ、小田切丈さんがクーガを嫌いだというふうな情報が、こんなにいろんなところに蔓延してるのか。まず、第一の理由が、彼の所属事務所のプロフィール欄に仮面ライダークーガが載っていなかったから。これは間違いです。所属事務所とか、彼の経歴の中に、ちゃんと仮面ライダークーガって入ってますから。なので、これは明らかにおかしな情報です。これは間違いです。で、2個目。今まで仮面ライダークーガが終わってから、長い平成ライダーの歴史の中で、小田切丈さんはクーガ以降、一回も客演していないからと言われてますけど、まあ、これは確かに客演はしてないです。してないですけど、別にだからといって出たくなかったというわけではないんです。小田切丈さん本人が発言をしていますが、自分が納得するぐらい面白い話で、ちゃんとしたオファーが来れば、ちゃんと検討はすると本人も語っています。なので、単純に言ってしまえば、オファーが来ないだけという状況です、今は。商業的なやり方というのが嫌いというのもありますので、今みたくこう、おもちゃをガンガン売るスタイルの仮面ライダーっていうのは、あまり好ましく思ってないかもしれませんね。もしかしたらですけど。で、三つ目。これもご本人が発言してるんですが、小田切丈さん自体が特撮が嫌いなんですよ。特撮が嫌いっていうと、特撮っていう言葉をまず説明したいんですけど、特撮っていう言葉自体は、仮面ライダーとかスーパー戦隊とかウルトラマンみたいな、ああいうヒーローものだけではなく、例えば日本で今公開中のルローニケンシン、あれも言ってしまえば特撮作品なんですよ。なので、彼が嫌いなのは、特撮ヒーローものが嫌いなんですね。で、なんで特撮ヒーローものが嫌いか。まあ、言ってしまうと、なんか現実的にありえない話が多いから。だからそんなに好きじゃない。で、特撮ヒーローが嫌いだからこそ、クーガーにオーディション受かった後に、もう俳優を辞めるか死ぬかで悩んだぐらいには、本当にクーガーに撮影に挑むこと自体は悩んでいたみたいです。これら辺は本当に本人が発言したので、おそらく真実だとは思います。じゃあ、特撮ヒーローが嫌いなんだから、クーガーも嫌いなんじゃないのってなるかもは知れないですけど、クーガーに関しては別に嫌いだと言っていません。僕が知る限り、いろんなイベントとか、本のインタビューとか、その中で、一度たりとも小田切丈さんが仮面ライダークーガを嫌いというふうに発言したことはないはずです。もしかしたら僕が知らないとこでどっかで乗ってたかもしれないですよ。ただ、いろんなものをほとんどいろんなまま今まで出てきたクーガに関しては読んだり見たりしてきた中で、一回もそういった発言はないです。むしろ、未だに愛着を持っていると、その高寺さんの2015年のラジオ内でも話してますし、当時の仮面ライダークーガのスタッフの方とか、出演してた俳優の方とかの飲み会なんかにも参加してますし、で、五代祐介の妹役だったみのりちゃんの女優の方の結婚式にもサプライズで登場とかしてるんですよ。それぐらいにクーガの方々とは交流があるんですよ。本当に嫌いだったらさすがに交流なんてしないでしょって思うので。だからクーガ自体を嫌いというのは、まず間違いなく、ファンの勝手な妄想から生まれたことだと思います。これは真っ向から否定します。
小田切丈さんが仮面ライダーをクーガを嫌いだという噂が流れてますけど、これは完全にファンの中で勝手に生まれた内容だと思います。僕は、まあ、勝手にファンが小田切丈さんが仮面ライダークーガには出たくなかった、特撮が嫌いだ、だから黒歴史化している、だから小田切丈さんはクーガが嫌いなんだ、みたいな話になってしまったんだと思う。2014年ぐらいのテレビ番組の中で黒歴史なんでしょうみたいなこと聞かれた時に、そんなことないですよって自分で本人が言ってるんですよ。それにあの仮面ライダークーガのブルーレイが発売された時に、その当時の小田切丈さんがクーガについてのインタビュー受けてますから、嫌いだったらやらないでしょ、もういい加減この噂が広まるのが僕すごく嫌なんですよ。仮面ライダークーガのファンとしてすごく嫌いなので、この噂をね広めるのをやめていただきたいです。もうこの動画を見た方は、そういう風に言ってる方がいたら、ぜひこの動画を見てくれと言ってほしいです。はっきり断言します。小田切丈さんが仮面ライダークーガを黒歴史にしているという事実はありません。仮面ライダークーガが嫌いという事実もありません。むしろ愛着を持ってると言っています。五代雄介という役を他の人にはやらせたくないみたいな発言までありぐらいですからね。なんなら高寺さんがプロデュースした大魔神カノンの最終回にサプライズ出演もしてます。じゃあ今後クーガとして小田切丈さんが客演することはあるのかという話ですけど、僕の考えでは多分ないと思ってます。最後のチャンスが多分ジオだったろうなと思うので、もしかしたらですよ、情報がこれは確かにあるわけではないので分かんないですけど、クーガを割と中心に話に持ってこようとしてたじゃないですか、平成ジェネレーションとフォーエバーで。可能であればクーガの小田切丈さん自体にオファーをするつもりはあったのかもしれないし、もしかしたら裏でオファーもかけてたのかもしれません。ただあのタイミングですら戻ってこなかったので、おそらく今後クーガとして戻ってくることはないと僕は思ってます。五代雄介として戻ってくることは。で、クーガのプロデューサーだった高寺さん自体も今もう東映を離れて角川さんの方に所属してますので、さらに難しいんじゃないかなと思います。やれるとしたら高寺さん自身が東映に戻って、東映の中で例えば仮面ライダークーガの映画を立ち上げるとかしない限りはかなり厳しいんじゃないかなと思います。高寺さんのオファーは断ったことがないというぐらいには尊敬されているらしいので、小田切丈さん自身も高寺さんからのオファーであればそれぐらいのことが起きない限りは難しいんじゃないかなと僕は思ってます。ただ一ファンとしての意見ですけど、確かにクーガとして小田切丈さんに戻ってきてほしいなと思う部分はありますけど、でも別に戻ってこなくてもいいかなと思う部分もあるんですね。理由は様々ですけど、やっぱり五代雄介に戦ってほしいかって言われると僕は戦ってほしくないですね。なので複雑な気持ちではありますけど、見たいという気持ちもある反面、彼に戻ってきてほしくないという思いもあります。はい、ではこれで小田切丈さんが仮面ライダークーガ五代雄介を嫌いなのかどうかについての僕の中にある情報の全てです。まあ、まず間違いなく何度も言いますが、小田切丈さん自体クーガを嫌いという発言は一切ありません。そしてどちらかというとクーガに対して愛着を持っているという発言の方が多いです、圧倒的に。なので今後本当にねこの噂広めるのをやめていただきたい。なのでぜひね、今後そういう風におっしゃられてる方がいらっしゃいましたら、ぜひ今回話したことを話してあげてほしいなと僕は思います。では今回の動画はここで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。